心理福祉学部心理福祉学科についてご紹介します。心理福祉学科は人と社会を深く理解し共に生きる心を養う学科です。科目演習ピックアップ。心理福祉学科では心理学と福祉学を関連づけて学びます。例えば社会老年学、子ども家庭論をはじめとするさまざまな科目を学びます。ソーシャルワーク論のゼミでは地域社会と連携しながら生活上の福祉的課題を追求します。資格取得のための実習フローをご紹介します。公認心理師などの心理関連の仕事と社会福祉士などの福祉関連の仕事との違いについて学び、実習を経て学生自身が進みたい道を選ぶことができます。卒業後は資格を生かした就職のほか、大学院進学や専門職に限らない多様な進路もあります。共に生きる社会を目指す心理福祉学部心理福祉学科。